こちらが秋篠宮家の佳子ちゃんたちに会う約束をした指定の場所、神戸市立ホテルフルーツラパークに向かっています。自宅から歩いて徒歩で行ってます。今日は8月9日、私の誕生日だからです。そしてもしそこへ行って誰も私を会おうとしないんだったら多分無理です。エネルギーの残存量問題解決すること 100% 不可能です。こうした者たちが態度を改めて無言で、自分から喋らないで逃げようとするんじゃなくて、しっかりと話し合いを淡い気をつけてあって行うこと、心の声とかに頼っちゃダメ。動画で淡い圭介が話してる内容のことを最優先にすること。心の声じゃない、それはコンピューターからのマインドコントロール。心の方、精神をスピリット、さっきから車が何台も通ってますけども、はい、なにわナンバーもう808、神戸ナンバー331-25363、春山整骨院とかで出入りしてた連中、これも大阪ナンバー、わらっとな訴訟なること、昔からこのパターン、どこで集まるかこちらが言っても場所は荒れる、次から次へと来よう、次も向こうがフルーツラパークの入り口であって、ここじゃん。次神戸ナンバー304-53-17、昔から淡井圭介に対して嫌がらせをしたかった連中が集まってきよう。次、高知316-88-88、姫路340-4322、神戸504-4138、なにわ200、さあ1025、岡山501、は75-00、京都581-45-43、姫路301、さあ34-73。本当は撮影する前からずっとあの状態で、中で車の中で大笑いしそう、人間がたくさん眠れてるやつら、女で黒髪の人間で1名いるんですけども、それ撮影し、できなかった。だから、愛媛301-78-14、妨害しに来ることしか考えてない。もしこれ裏門使ってたら許せないね。大阪306-510、姫路595-315、神戸530-35-39、全て正面からの入場しか認めないことにして、入場料1000円いただき、であいつらの中に多分窃盗犯が混ざってる。そいつらのグループを調べていったら分かるわ。警察とつながったりしていて、仮執行の勝訴の判決とか盗んだりしよう。で、藤原台とかあの辺りでどっかの家を借りて、もしくは有の中町、まあ三田市なども怪しい。あ、右手にランプついてる、神戸304-890-52、昔もこれ、まあ、中には松本幸四郎って名乗っていた元役者がいました。その人は睡眠不足になってたから、多分僕と同じ立場。昨日の晩も2時間ぐらいしか眠れてません。もともとの学校教育に戻ります。敬語を使ってはならない相手に敬語を使うべきではないっていう教育です。危険、相手の方が集団化しと、本当に危険。あれだけエネルギーの残存量問題の話をしても平気で車乗りよ。
そしてそこには理性がない。多分電波で聞こえてきて動いてるんだと思うんだけども、それ全部コンピューターが動かしてる。淡井圭介のパソコンは電源を入れていない。誰のパソコン？それも本当はスーパーコンピューターやろ。ああ、そうそう、それとフルーツやパークで働いていたから、撮影ぐらいお客さんに認めています。だから撮影していいことぐらい知ってます。以上。でもギリシャ行った時のカコちゃんの動画は世間に出回った時、淡井圭介の自宅の周りとか、鳥貴族うぬぼれ中と書かれてる看板の近く、あの辺りでテレビ局側の人間がいくらでも現れると。しかも良くない業界側の人間がね、ギリシャの中の良くない側の人間と握手したり愛想よくしてる、仲良くしたりしてるから。だからそれと同じ、さっきアキコちゃんが来たから髪の毛染めてヤンキー化してるでしょ。次から次へと違法者が来る。あちらはフルーツフラワーパークのホテルなんですが、あちらの建物はもうずいぶん前から、私が働いてた若い頃からゴールデンウィークぐらいしか開けなく、なっていました。で、あちらの中にもし地震とか発生した時の緊急避難物資があります。毛布や水や食料。しかしそれを今しっかりと管理できているかどうか正直心配です。ほったらかしになってないかどうか。昔も下請け会社の新栄フーズというところが、人材派遣会社であるファインハイゼンの淡井圭介という僕と一緒にそこへ見に行って、でこれ誰が管理するんだろうっていう話してました。多分まあ業界さんの方がしてくれる、忘れへんとは思うけど、俺らも一応覚えとかなあかんらしいわっていうことで言ってましたけど、もう新栄フーズなんかもう2007年ぐらいにはもう撤退してます。あとはもう株式会社神戸ワイナリーがきっちりと管理するしかないんでしょうけども、管理ができてるのかどうかですよ。ゴールデンウィークなどは昔はここに、12名掛けの大きな円卓のテーブルがあったんですが、今も元々下がこういう風になっていて、ガスの、コンロとかがつなげるようになっていて、そこにステージがあって音楽関係者の人たちが演奏しに来たりだとか、まあこうだったら日陰だからまだ夏場でも、この辺りは標高が高いですから、まあまだクーラーなくても夏場でもそう暑さ感じないですね。昔は冷水器があったんですけど、冷水器ないですね。水飲めるかなと思って当てにしてたんですけど、ちょっとまあ他のところも見てみます。バーベキューコーナー自体は閉まってまして、向こうのバーベキューハウスでエアコンを使って、そこで、肉等を販売してという形になってるみたいですね。これけどもう冷水器がないっていうことは、春秋どうしてるんでしょうね、バーベキューコーナー。もう開けないようになってるのかな。まばらに人は歩いてますけども、ここもう入場料現在いただいてない状態で、僕は働いていた、2007年から8年ぐらいの頃もだいぶお客さん減ってましたからね。2000年前の頃と比べると、結局自分たちは話し合わないで音羽電機っていうのを盾に使ってきているのか。カムフラージュなのか。向こうにも同じような仲間がいますけど、
こんなバカげたものもいける。甘いケースね。菊の輪の近くなんですけども、ここの扉昔ありましたっけ？なかったような気がします。こんなところ一回も入ったことないですね。あったかな。何理由で閉めたんでしたっけ？誰か覚えてる方いらっしゃいましたっけ？多分他の従業員も昔からあったとしても、あのところに入ったことある人間多分いないと思います。1996年ぐらいの頃から働いてたもので、2024年、8月9日、ひろひと様の声が電波で聞こえてきてるんですが、これは記録です。その時私は心の声でこのように対応しました。2024年8月9日になっても、淡井圭介は一人でも、エネルギーの残存量問題に対応しようとして頑張っていますと。しかし、皇室の誰もが協力してくれないままでずっと物事は停滞していると。自民党は高速道路をあれからもずっと作り続けていましたと。1990年、バブル崩壊した後もずっと。多分この声、未来からの時間軸の声を、ひろひと様は聞いて、あの時泣いてたんでしょう。2022年のデータで、残りの技術的採掘可能埋蔵量の石油の残存量は、52年分。ここなら、部屋を借りなくても、会議ぐらいはできます。菊の間の前です。結婚式の受付のところなんですけども、開いてないですね。もうそろそろ12時なんですけども、ひどい少子化で結局こうなってしまったんですかね。あ、そうそう、一応こういうポスター見て最低限上流数システムだけでも覚えて帰れたらなとは思いますが、向こうの建物も閉まってますからね。ちょっとこれで飽きて、あのその辺に生えてる草からでもバイオエタノール生産できます。先ほど2階でホテルのフロントの受付にいた人間、電波の方で聞こえてくる声には反応して、それだったら会うだとか何かそういうふうなことを言っておいて、エネルギーの残存量問題に関しても、対応しようとしなかった。実際僕はそちらに行って話しますと言ったら、12時過ぎですけども帰ります。誰も来る気配がない。来るっていうのはあって話し合いをすることであって、横を通り過ぎることではない。車などで歩いてでも同じ。ここはもともと上流する装置とか置いてたところだったんですけども、もう空いてなさそうですね。だいぶ前から撤去してるのかな。中が重要な内容のものと全然変わってますね。多分10年以上前からこういう風になってしまったんでしょうけど、エネルギーの残存量問題からここも逃げ出したところ、本当の話から天だけは味方してくれてる。本当の話があるから、朝あれだけ快晴だったのに雲が守ってくれてる。多分今日誰もまともに話しに来る人間はいない。フルーツやパークの受付にいた男も電波の声には反応して、淡井圭介との話し合いからは逃げてるまま、それだったら来るなどとは言ってたけども、誰が来るとか呪いのことなのか何なのかはっきりと言わない。
本当の人口についてもその男は本当に知識がないふりをしていたか平気で嘘がつけるようになってか本当に知識がないかのどちらか、多分元議員の男、見覚えがある。でホテルのフロントに、入れ替わり立ち替わりで、4人以上男女5名はいました。いらない、人がいないんだから。なんというむちゃくちゃな仕事の仕方は。1名いれば十分、休憩時間の交代の時だけ。宿泊のお客さんも夏場少ないこと知ってる。どうだよ。一応言えば、大阪放棄地だったところ、面積が広くなって、米作り始めてますが、向こうのもうあちらのものはもともとなかったんですが、何かもできないというわけで、普段は美味しげって結局ほったらかしになってますので、何をしようとしたんでしょうね、これは。あちらコスモ席を拡大してもらったら分かると思いますけども、160円安すぎる。レギュラー消防署の横、フルーツラパークの帰りに、軽自動車郵便局から出てきた車、それに乗ってたのが秋篠宮過去の可能性が、だからそのナンバーだけは抑えることができなかった。分かってると言って逃げてるけども敬語なし。行政がしてきた悪事、車になんか追いつけるわけだな。白の軽自動車だったんだけども、そこの道から出てこないっていうことは、あの自動車じゃない、もうちょっと違う色。乗る車コロ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 変えよう。藤原台の向こうの方に逃げていきよう。これは後続の生き方や。本当のことがバレたらずっと逃げよう。歩道の道、もう頭回らん。ここから出てくるはずなんですけどね。人の睡眠時間短くさせて、で自分だけたくさん寝て、車走らせてそれ追いかけさせて遊んどんがあいつらの生き方や。車に乗るな、秋篠宮家全員。本当にエネルギーの残存量問題、これ以上真面目に取り込めんな。ただもう多分この世の中終わりや。もうこちらも我慢の限界や。なぜ頑張らなあかんのかわからん。